どうもプロのオタクことアクニャンです。どうもオタク見習いことジーヤです。第1回ジュニアドラフト会議です。イエーイ。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おこそかな雰囲気で、はい、取り合いですから、これは取り合いだから、ほんと奪い合いだよ。譲れない戦いがそこにはある。このチャンネルではチャンネル登録者10万人を目指してますので、10万人いってなかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。クリ、まず第1希望選手から、はい、せーの、浮所飛貴。いや、惜しいじゃん。浮所飛貴ってもう完璧なんですよ。うん、わかるわ。もうめちゃくちゃ努力家だし、アクロバットもできるし、自分がアイドルってことをもう許容してるというか、うんうん、すごい自分はアイドルであるっていう自覚がめちゃくちゃ強くて、うんうん、ファンの子になんか甘い対応とかめちゃくちゃするし、バラエティ対応もできますってなった上で、高学歴なのよ。あ、慶応だっけ？あ、後輩です。あ、一応、あ、やっぱね、後輩が可愛く見えるみたいなのは、あるよね。あ、もちろんジーヤさんね、ハワイの方の大学なので、ちょっと、わかんないと思うんですけど、胸が鳴るのは君のせいという映画で、あら、主演のヒーロー役をやるのよ。すごーい。なんかテレビ見てた時に、うん、あれ、この子誰だっけって、にゃんちゃんに言って、覚えてる？ね、ネタパレ、ネタパレ。そう、それで、こんな可愛い子いたっけって言ったら、浮所君だよって言って、ちまたではなんか、中山、あ、筋肉なんだっけ？ね？筋肉じゃなんだっけ？あばずれくんじゃなくてなんだっけ、あばれるくん、あばれるくんだ、あばれるくんとか言われてるけど、あの子は超ちょっとセクシーな感じ。でも結果選んだら岩崎大将ということで、もう私利私欲プロデューサーで、はい、そうです、そういうことです。はい、シリピーですね。シリピーでよろしくお願いします。ぴょんぴょんぴょん。大将くんはやっぱ黄色でセンター。もうさ、やってることジャニーさんなんよそれ。とにかく大将真ん中の俳優みたいな、もうジャニーさんなんよ。クリ、第二希望選手、せーの、佐久間翔斗。平野翔。平野くん、デビュー組なんですけど。あ、間違えた。ジュニアじゃない。キンプリだよ。次、それ飛ばして、最後に。これ、ちょっと待って、違う子もいる。あ、そうだ。しかも、平野翔いるんだったら、絶対平野翔が第一希望選手だから、そんなのわしも平野翔にするもん。平野翔とチャウヌは、脳みそにいい顔してんだから、あれ。人が好きな顔なんだから、ね。ジュニアとデビュー組がちょっといまいち分かんなくなってきてる。この子もデビュー組かな。とりあえず言う。うん。せーの、丸本慎太郎。デビュー組。あ、デビュー組。え、デビューしてる、なんだっけ、もう、なに、え、大変、え、どうしよう。やっば。せーの、佐久間優斗。あー、え、マジ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 。いや、本当は今、井上瑞稀って言おうとしたの。え、これメモ見て、第二希望選手井上瑞稀なの。けど、ジーヤがどうせ言わないだろうなと思って、3番目に今言おうとしたの。わしの見て、わしの見て、この、ほら、ケツ選手。やっぱ井上瑞稀ってダメなんだ、取りに行かないと。そうだよ、ジーヤが取っちゃったけど大丈夫。え、待って、やばい。で、大将くんとみじゅきはなんかプライベートでも仲いいって話を聞いてるので、ぜひともここは一緒に仲良しグループにしたいなと思って。他も可愛いんだけど、綺麗な、ほんとも透き通った歌声、あの声でちょっとリードボーカルでやっていただきたい。あー、なるほど、ね、そういう、お前に何が分かる、井上瑞稀の。クリ、わしは佐久間くんなんですよ。佐久間くんはなんか知恵取られるかなと思って先に言ったの今。佐久間くんもね、ほんと超悩んだの。やっぱ佐久間くんずっと好きって言ってたから、2年ぐらい前の時の TDC 公演および EX シアターで見た時に、もうね、色気、ほんとなんかわしの勝手なもう妄想かもしれないけど、みんなが魅了されてたの。あとジュニアをこう押し調べてみた時に、うん、あんまり被らない顔なの分かるんですよ。あー、分かる分かる分かる。パッチリ二重顔とかさ、いわゆるジャニ顔みたいな感じじゃなくて、ハリーポッターでいうスリザリンみたいな顔してるんだけど、ちょっと分からない。作者にしかできない役があると思ってて、作者は僕役者路線で入れたいんですよ、グループの中に。ヤムシペダルとかで一緒に見に行ったもんね。あれ、そうだよ。ヤムシペダルに作者は出てない。あれ、なんだっけ。それは永瀬廉だよ。ずっと永瀬廉と思って喋ってたの今、作ちゃんの話。違う、作ちゃん分かる、作ちゃん分かる。え、永瀬廉、佐久間くん。あ、永瀬廉くんじゃない、佐久間廉。え、ダイブに出てる子。あー、あっちか。どっちがあんの、逆に。佐久間くんにどっちがあんの。分かった分かった。クリ、第3希望選手、せーの、鳥山直。おー、どうよ、ちゃんとジュニア分かってんじゃん感じでした。そう、すっごいやっぱ可愛い。一斉は可愛い。あれは可愛いよ、絶対。可愛い。誰が見たって。鬼山直君はね、推しということで。でもね、ミネランとやりたいことは一緒。なんかちょっと可愛い子、うん、は入れたい。をちょっと入れたいなと思ってて、で、あとダンスが上手いから、ちょっとダンス選抜じゃないけど、ダンスができる子はちょっと一人グループに必要だなと思ってて、いっちゃえなぁ。私もういっちゃえ、ほんとさ、入所してすぐからずっと見てるからさ、
なんかファンレターとかも書いてたよね。一回だけファンレター書いたことあります。すごいねー、ほんと。カナモンって呼びますね、みたいな。監査士じゃん、僕。カナモンって呼び方を、やりますねって言って、そういえば意気込んでたけど、誰もそんなこと言ってない。クマモンみたいなやつ。滞ったな。クリ。第4希望選手。はい。せーの。道枝俊介。おー。道枝くんね。あのね、ジャニオタじゃない人も道枝くんいいって言ってるの、うん、結構。あの、三輪明宏ですら魅了してるの、道枝くんって。あ、聞いた。うん、三輪明宏がめっちゃ絶賛してるの、道枝くんの。ただね、この関西の子を、一人だけ引っこ抜くのってね、結構、いいんだっけみたいな風潮があるのよ。だってさ、それずっと関西やってて、関西の番組ついてて、入れたらいいじゃんみたいなノリでこうやって入れたのが、もう透けて見えた瞬間にオタク入るじゃん。だから、第一希望選手に言わなかったんだけど、でももう井上瑞稀取られたから、やけくそ。そう、もう道枝入れるしかねえよ、これはっていう。リガイ君は、やっぱラップ。ラップ感が重要だね。これが点数で、うん、彼はなんか自分で作ってるんでしょ、そういうラップになる。あ、そうそう。で、一回聞いた時に、何これ、それがすっごい可愛くって素敵だなと思ったの。クリ。じゃあ最後、第5希望選手。はい。せーの。檜山康生。おーどうだい、まあそうだよね。最近の一押しだよ。G がずっと言ってるもんね。佐藤君。A チーム?えぐる。マジでえぐる。結構天然で、ほやかどってなんかみんなに呼ばれてるらしくって、そういう子もちょっと必要かなと思って。なるほどね。はい、顔がめちゃくちゃ好きなんだよね、ジー。顔好き、顔好き、顔好き。え、最近のキスシーン見ました?まさかどくんの。見てない。誰と?あの舞台あるじゃん、渋谷とか。あー、ちょっとやつ、うん。キスシーンがあるの。誰と?女性と。死んだーそうなんだ。頑張ろう、まさかどくんのタクたち。クリ。あー好きそう、リスだね。檜山くんとの出会いがあって、うん、客席降りでジュニアがこうバーって来て、うん、その時に、うん、わしのちょうどここにいたの、もう本当にもうここにいたの、近い、うん、この子誰なんだよ、顔綺麗だなーとかもあの調べたら檜山くんって子だよって言われて、うん、あ、檜山くんって子なんだと思って、なんか今からこの子押したらめっちゃ美味しいなとか思ったの。あー、まだ知れ渡ったってのしね。そうそうそう、うん、でも檜山くんって名前だけは覚えとこうと思った 2,3 年後にはもう普通に売れてて、あー、やっぱあの時応援しておけばよかったなとか心残りもあって。クリ、かわいいね。かわいい。なんか全員、強くない?はいってなんかわしの言うこと聞きそう。パワハラ。でもね、わしやっぱ、オリちゃんずっとちっちゃい時から見てるから、そう、オリちゃんが馴染めるかが心配。みんなに馴染めるかなっていうとこだけが本当に心配だから、モンスターペアレント出ちゃうから、そうなんだ。うざい。なんかわざわざ引っこ抜いて入れたのに結果檜山くん目立ちませんでしたみたいになったらどうしようとかすごい考えちゃうよね。すごい真剣すぎる。真剣、ね、こんな親なのよ、親で企画的にそんな真剣に言うやつなのこれねえ。こっちとらいつだって本気だよ。はい、ということで2人が作ったグループ見てみたいよと思った方高評価ー、 G やいい加減デビュー組とジュニア覚えようと思った方は高評価ー。今そう、それでは皆さんもお幸せに。